こんにちは。アパレルブランドヘルブティックデザイナーのヨッシーです。本日はですね、ヘルブティックから温めていたパンツを紹介したいと思います。本日紹介しますのは、今後ろにあるこちらです。スカーステッチワイドジーンのこちらセルビッチと、こちらシャドウと名付けております。前回デニムをリリースしていたんですが、使用している生地は同じ生地になります。これね、一緒なんですよ。これが、一緒並べた方が分かりやすいかなと思って並べてるんですけど、これフェード加工した方なんですけど、こっちがセルビッチ、生デニムですね。言っちゃえば生デニムです。この生地の表情を、やっぱその加工したこの色のものを作りたいっていうのが最初あったんですけど、仕上がってきた時のこの表情っていうんですか、加工前のこの表情も良すぎて、これも残してたんですね、実は。はい。ということで、ちょっと季節またいでから出したいなっていうのがあったので、今回リリースとなります。で、まずね、こっちから行きましょうか。こっちの方が分かりやすいと思います。スカーステッチワイドジーンなんですけど、パターンなんかはね、同じなんですよ。だけど本当の生デニムだから完全にノンウォッシュの状態です。でここから丈はね、おそらく5センチほど縮むかなと思います。はい、かなりね、また下長く作ってるんですよ。で縮むと加工したやつと同じぐらいになるかなと思うんですけど、ただこの加工ってね、かなりガチガチに加工して洗いかけてるから5センチくらい縮んでるのかなって感じはするんですよ。ワンウォッシュぐらいだと、そんなに一気に5センチ縮みますかと言われると、そんなに縮まないと思いますけれども、まずね、生の状態です。非常にクリーンなんですね。あとね、やっぱこの糸をね、この色と一緒に合わせてるわけです。このバックポケットなんですけど、こういう感じでスカーステッチがこうね、分かりやすくなってるでしょ。この糸の色っていうのもすごく膨大な中から僕が選んで使ってもらってるんですけど、白じゃないんです。白に見えますよ、白なんですけど、言っちゃえば。でもね、ベージュなんですよ。これわかるかな、真っ白ではない、こんな形になってます。非常にクリーンですね。加工をかける前だから、こういうね、僕が選んだこういうパーツ、このボタン、メタルボタンであったり、このフロントのエクセラのファスナーだったりっていうのが、加工してない状態なんで、非常にキラッとした質感でとても長く履けるっていうのと、自分で育てていけるっていうのもこいつの良さなのかな。このね、岡山黒木さんっていう会社のムライトとストレート糸を両方使った、クリーンでありながら、綺麗にも見えるしデニムらしさもあるっていうオンスのものを使わせてもらってるんですけど、これのね、この生地の表情とか良さはこのまんま履いてもらうっていうのもとってもいいんじゃないかなということで、こちらの提案です。ここのね、こういうダーツも、この縫い糸がね、わかりますかね、こういう色になってます。縦糸と横糸で、ムラ糸とストレート糸っていうのを使い分けている、そんな生地なんですけれども、12オンスほどの重さがあって、ちゃんとね、デニムらしさっていうのは感じれるんですよ。やっぱこう綺麗に履きたい、そんな時もあるということで、この無加工のバージョンですね。無加工はやっぱクリーンすごく、ね、綺麗な、これはセルビッチデニムなんですけど、セルビッチってどういうことかというとですね、旧式のシャトル織り機で、ゆっくりゆっくり織っていくものなんですよね。こういう生地を使ってます。ちなみにこれは白耳のセルビッチデニム使ってます。赤耳とかってよく聞くでしょ、ここめくってね、赤耳かなみたいなあると思うんですけど、あれは端っこ、生地のね、一番端っこが赤になってるやつなんですよ。それが白のやつもあるんですよね。ヴィンテージ好きの方は結構赤使いたいみたいな、そういうのあるんですけど、僕別にそういうのがないというか、もう形良くするのが最優先っていう感じなんで、ここね、めくって、あ、白だって分かるような作りにはしてません。はい、ただそういう生地を使っております。この生地の風合い見てほしい。この
生デニムのね良さですよ。これわかるのかな、伝わりますかね、このねムライトとストレート糸のこの美しい風合い、これがやっぱ感じられるのは生のデニムが一番感じやすいのかなと思います。で結構ねこれ股下長いんですよ。長いんですけど洗うと結構サイズ感変わると思います。だけど変わるけど、例えばウエストとかねちょっときついぐらいの方がいいと思うんですよ。どっちかっていうとウォッシュして縮んだ状態って結構きついはずなんですけど、結局元々はこのサイズだから伸びてくるんですよね。だからちょっときつい状態から履き込んで、どん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 自分の体に馴染ませていくといいのかなと思います。で、裾切る方もいらっしゃると思うんですけど、僕はこれね、ちょっとたわませたり、溜めて履いたりとかしてもいいなと思って長めに作ってるんですけど、これね、もし切るっていう方は、このまんま切んない方がよくて、2回ぐらい洗ってから切った方がいいです。はい。1回だとね、縮み切らなかったりするんですよ。できれば温水で洗ったりとかした方が、よりね、効果が出やすいんですけど。はい。まあ、なので、切るなっていう人は、まあ、2回ぐらい洗ってから、お直し屋さんというか、裾上げを行ってください。まあ、そのまま履くことを僕は推奨してますけど、どちらでも、ね、いいと思います。綺麗な生地と、このメタルパーツの、この対比とかは、このセルビッチ、まんま、ノンウォッシュの良さなんじゃないでしょうか。これもストレートで、綺麗なセルビッチデニムって、意外と探すとないかなと思いましたんで、作ってみました。次はこちら、シャドウです。スカーステッチワイドデニムジーンシャドウです。でこちらはですね、11.95 オンスの生地を使ってまして、さっきね、横糸と縦糸で、ムラ糸とストレート糸とって言ったんですけど、これはね、どっちもストレート糸を使っている、デニムとしては非常に綺麗めな生地になります。表面にもともとわざとらしくない自然な光沢感がある生地になってまして、これね、まあこの、さっきのブルーの方もそうなんですけど、ブルーもこっちも元々の生地に惚れ込んで買ってるんで、この元々の状態をね、やっぱリリースしたいなと思って、これは取っておいてました。よりこうね、ブラックの深みが欲しいとか、デニムとスラックスの中間ぐらいの綺麗なワイドストレートのパンツが欲しいなと思った時に、なかなかその選択肢が自分の中で見当たらなかったので、作って。見た。そんなものになってます。こちらもスカーステッチの作りになってるんで、これね、縫い目とかは全部一緒なんですけど、黒に対して黒で縫ってますんで、結構これはね、そういう意味でもシャドウ。はい。実はある。みたいなね、こう要素になってます。メタルパーツとボディとのね、対比が真っ黒の方がつきやすいんで、こういうファスナーのギラつきであったりとか、こういうメタルのね、こうパーツが、よりパキッと見えたりとか、クリーンな印象になったりとか。はい。これも縮むので、一回洗ってから履くといいのかなと。まあ、そのまんま履き続ける。まあ、これね、人によるんですよ。ずーっと履いてから洗う人と、洗ってから履く人といるんですけど、別にどっちが間違ってる。どっちが合ってるとかっていうね。まあ、ルールはあるようなないようなって感じなんで、どちらでもいいと思います。これも生地の風合いがとっても上品で綺麗なものなんで、ぜひね、これを体感してほしいと思ってます。で、まあ、ついでなんで、こうね、オイル加工したものと比べてみると、オイル加工したやつは、こう、ウォッシュとオイルとっていう風にダブルで加工したものは、こういう風合いになっているんですけど、まあ、やっぱね、こちらの色と比べると、だいぶこなれ感がありますよね。なので、なんかこう、古着っぽいやつをこなれて綺麗に履きたいっていう方はこっち。よりこう、スラックスみたいな、ワイドスラックスとワイドデニムの間みたいな、そういう風合いを楽しみたい方はこちらがいいのかなと思います。ちょっと履いてみます。
いかがだったでしょうか。本日はですね、スカーステッチワイドデニムジーンのシャドウ、そしてセルビッチの紹介をさせていただきました。こちらは、2月9日の21時から、ヘルベティックのオンラインで販売開始とさせていただきます。こちらはワンサイズになってますんで、サイズ詳細は、オンラインをぜひご確認ください。春先にクリーンな綺麗なパンツが欲しいっていう方に非常にいいんじゃないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 X や Instagram もやってますので、そちらぜひよろしくお願いします。続けていくモチベーションになるんで、ぜひコメントいただけたら幸いです。どうもありがとうございました。